最初のハンドはこちら、ジャック10でスモールブラインから、ブラインドからレーズ。そしてこちら、ペアボードになりました。通常、ペアボードっていうのはオリジナルレーザー側が有利なので、ポットの3分の1ぐらいベットをするのが定石だと言われています。しかし今回はここでチェックしました。というのもこちらなんですけど、ポジションがよくありません。ポジションが後になってるので、ビッグブラインドが後に行動できます。これが、後に行動できるポジションが有利であれば、常に3分の1ポット、3ポットの3分の1ベットが正しいんじゃないかなというところなんですが、こうチェックして相手がしばらく考えた後にベットしてきて、俺はフォールドを選びました。これ GTO 的にどうなっているのか見ていきましょう。このように、たとえプリフロップでオリジナルレーザー側だとしても、フロップ以降アウトオブポジションになるので、ペアボードにもかかわらずチェックで回すことが多いです。実際のハンドレンジ表を見ても、3があればもうめちゃくちゃ強い3カード、トリップスができてるんで強いんですが、このようにベットの割合は36点、チェックの割合は60%と、ほぼチェックで回すことが多くなってます。33の4カードだと勝率もほぼ100%なんですが、これでもチェックで回しています。ただし、フロップの数字がこれジャックジャックのように大きい場合は、たとえアウトポジションだとしても94%以上の割合で小さくベットするのが推奨されてます。99のペアボードだとしてもまだベットが推奨されてます。88になるとチェックの割合が多くなってました。じゃあ今度はポジションが有利な場合も見てみましょう。ポジションが有利だと、たとえフロップの数字、ペアボードは小さかったとしても、チェックの割合44%、ベットの割合は50%以上となって、全体的にベットする割合が増えてます。A8 とか、ここら辺はコールが多いか。ビッグブラインドからこのように小さなベットがあったときは余裕でホールドしています。たとえ小さいベットでもホールドが93.7%の割合です。ただ、コールをしても EV 的には変わりません。2.7%の割合。ここでチェックレーズか。チェックレーズをすると EV はマイナスになります。こちらポジションはボタンです。カットオフからのレーズに対してここでコールしますが、これ本来は3ベットの方が良かったです。さあ、そして相手はここからコンティニューエーションベットを打ってきます。一応俺は今後フラッシュドローもストレートも8が出ればもうストレート完成かなということでコールを選びました。さらに、ここで相手がチェックしてきたので、あまり商談はないだろう、商談バリューはないだろうと判断してベットをしていきます。大きめベット、相手コールされます。ここで最後のリバーで相手からドンクベット、これはまあ強いハンドだろうと判断してフォールドしました。相手が小さいベットをフロップで打ったときはコールと、これが驚き、レーズが5割5割ぐらいです。エース7だとブラフでのレーズかな。こちらハンドレンジ表を見ると、エース7とかエース8は結構レーズに回しています。この通りエース7でレーズ50.8%となってるんですが、ここが2つともレーズになってるけど、商談バリューを見ると41%、A7 も39.8%と低いんで、これはまあ単純にエクイティのレンジ表、エクイティの表を見てみても、ここら辺オレンジ色なんで大して強くありません。黄緑色が強いレンジです。点々とか点々、点のポケットペア3カードなんでもちろん強いです。ここら辺はもちろん強いんですが、 A7 とか A8 は大して強くないけど、ここレーズっていうのはまあブラフ的な意味合いでのレーズとなってます。もし相手がポットの半分より大きいベットをしてきた場合は、これもホールドが74.8%の割合で、コールはほぼありません。そしてコールしたときは EV がマイナスになっちゃいます。なんで、レーズするかホールドするかの2択です。
まあ、ここは相手がアグレッシブでやれば、レイズする方が良かったんじゃないかなと思いました。まあ、俺はコールしたんですが、ちょうどベットが相、えー、ポットの半分なので、まあ、ミス、ギリギリミスか、ミスじゃないか、というところで、まあ、コールをします。で、次に5が出ました。さあ、ここで相手がチェックしたので、弱気になったと判断して、大きくベットしています。ポットの75%なんですが、このアクションは、GTO 的に見ると、これ正しいと言えます。70%の割合で、ポットの75%ぐらいのベットをしています。こちらです。まあ、ショーダウンないんで、大きくベットして相手をホールドさせることが目的です。まあ、実際、エクイティのグラフを見てみても、A7 は弱いです。勝率ありません。なんぼや、緑なんで35%が低いんで、もうこのままいっても勝てません。しっかりとブラフをしていくことが、正しいアクションになります。ここが意外だったんだけど、最後にリバーで相手がドンクベットしてきました。ポットに比べると小さめのドンクベット。これは、最後に、こっちが、俺がチェックして取り逃したくないっていう相手の気持ちからのベットだと思って、めっちゃ強いハンドだろうと判断したんですが、GTO 的にはこれコールが多いよな。いや、コールしたって勝てへんやろうと思うねんけどな。このリバーで最後にチェックしたら、この 10.6BB 余分に取りたいっていう、この卑しい思いが、このベッド、ドンクベッドを表してると思うから、これフォールドでいいと思うけど、まあ意外とコール、ブラフ、キャッチのコールも結構あります。コールしていいんかな？あかんと思うけどな。まあでも GTO 的にはコールしても OK というところで意外でした。これがポットの75%ぐらい、ポットの半分よりも大きいベットだと、フォールドが85%とね、ほぼフォールドした方がいいよと。ここでコールするとかなり大きなマイナスの、EV マイナス 20BB なんで、ここでコールの割合もあるんですが、かなり危険なコールと言えます。先ほどペアボードで数字が小さいときは、ポジションが悪ければ、たとえオリジナルレーダーだったとしても、チェックで回すよね、みたいな話をしたんですけど、GTO、ここが難しい。なぜか今回はチェックが少なくて、しかも小さいベッドじゃなくて、かなり大きめのベッドをしてます。これは3ベッドだからかな。通常大きいベットをするときっていうのは、こちら側にナッツ級のハンドがたくさんあるときに大きいベットをするわけやんか。で、まあ、ハンドレンジ全体での勝率を見ると少しスモールブラインドの方が有利なんですけど、ナッツ級のハンドを見ると、これ、アンダーザガンの方がナッツ級多いんよな。で、なんでこんなに、ベット額が上がるのかが不思議です。ナッツ級のハンド何かというと、スモールブラインドのハンドレンジがこちらになってます。黄緑色のが強いんやけど、エーシーズとかキングス、クイーンズがこちら側、まあ3ベットをしたということで、ここら辺が有利になっています。一方、アンダーザガンなんですけど、コールした側なんで、エーシーズ、キングスはほぼないですが、エーシーズ、キングスよりも強い5とか6を持ってるんで、まあここら辺がナッツ級のハンドとなってます。ターンでクイーンが落ちたんですけど、ここで俺はチェックを選びました。これアクションミスとなります。というのも、クイーンは3ベットした側に有利ということで、ほぼ全てのハンドでベットしてます。一方のアンダーザガン、コール側はクイーンは確かにあるんですが、それでもそんなにたくさんクイーンは、ハンド数全体で見て、クイーンの割合っていうのは少ないです。一方、3ベットをした側を見ると、クイーンの割合はハンドレンジ全体的に見るとかなり大きい状況になります。その結果、クイーンが出てくれたおかげで、勝率は、いや、上がってないか。勝率そのままでした。すいません。エースキングはポット全体に対して小さく、3じゃなくてベットをしています。俺の色はこの色か。
ここでも同じように小さくポットの3分の1ぐらいでベットする割合が高いです。チェックしてもいいんですが、その割合はすごく低くなってます。さあ、最後に運よくキングが出てトップペアが完成、やったトップペアだって言って喜んでベットするのかと思ったら、ここは意外とチェックの割合が多くて、もし小さくベットした場合、EV は少し下がっています。なんで、こちらはチェックの方が正しいアクションと言えます。まあ、クラブでフラッシュできる可能性が出てきたんですが、こちらエースのクラブ持ってるんで、ナッツフラッシュのエースはこちらあります。なので、こっちがね、ブラフする分には大きいプレッシャーをかけられるんで、相手たとえフラッシュを持ってたとしても、ナッツフラッシュはないので、かなりブラフとしては有効なんじゃないかなと思ったんですが、意外とエースのクラブがある場合は、このようにベットとチェックが半々ぐらいになってます。一方、エースのクラブがないときは勝率が下がるんですが、それでもレーズっていうかベットの割合が100%となってます。なんでこれエースのクラブがないときに、ベット100%するんやろうな。勝率的にもエースある方が、ブラフとしても優秀なんかなと思うんですが、ここがコールをしています。ここでは俺はリバーでベットをして、相手はしばらく考えた後にフォールドを選んでいました。こちらなんですけど、エースクイーンなので、ハイジャックからレイズした時にボタンから3ベット。そして、このままコンティニュエーションベットでポジションも有利ということで、小さくベットしたんですが、相手からレイズが返ってきて、まあエースクイーンでは対抗できるわけもなくとフォールドを選びました。ボタンでポジションも有利やしっていうので小さくベットしたんですが、アクション的にはチェックの割合の方がはるかに高く、93%、ほぼチェックがおすすめとなってます。EV 的には小さくベットしても、チェックしても変わりません。ただし、大きくベットすると EV ロスになるので注意が必要です。EQ グラフで見ても、せっかく3ベットを打って、プリフロップではめちゃくちゃ強いエースクイーンなんですけど、ハンドで滑ってしまい、まあ、ここら辺の強いオレンジ色は弱い勝率の低いハンドです。もうエースクイーンもね、かなり濃いオレンジ色なので勝率は低いです。一方、ここら辺のハンドは勝率がかなり強いと言えますが、まあ、かなり運の悪い結果となってしまいました。エースクイーンは弱いです。エースクイーン何でレイズで、ベットできるのかというと、ここに黒のカードが2枚あるんで、黒のカードがある場合は、これレイズの割合は高くなっています。黒のカードがない場合、レイズの割合は非常に低くなっています。相手はレイズを5599点々のポケットペアでしてきています。そこにブラフでキングクイーンとか8776を混ぜています。87も勝率低いよな。で、このレイズに対してボタン側のアクションを見ると、エースクイーンはもう100%ホールドとなってます。さあ、ボタンのレイズに対してビッグブラインドからこれはコール。ペアボードになりました。チェックをしたら、相手からコンティニュエーションベットが飛んできます。これは小さいコンティニュエーションベットなので、もちろんコールしていきます。ここで困ったのが、なんと相手がポットベットをしてきます。7で、なんでなんていう、7そんなに強くしたん？あなたのハンドを強くしたんと思うんですが、ここはまあポットベットなので潔くフォールドを選びました。こちらのアクションなんですけど、ターンで7が出た時に、まあ、ポットの半分より大きい、ポットが9.1の時に、相手のボタンから6.8のベットが来た場合、これもほぼホールドになります。なので、ポットベットは、ここではデータがないんですが、ポットオーバーベットで99%、ポットの半分より大きめで91なんで、まあ、95%ぐらいは、フォールドの割合になるんで、このフォールドのアクションは正しかったと言えます。もしボタンからここで小さなベットが飛んできた場合は、まだ諦めてはいけません。数字がエースと9なので、ボードよりも2つの数字とも大きいです。もしここでエースとか9が出ると、ここで逆転のチャンスもあるので、ここはコールが
割合が大きいです。7はポケットペアなので、もちろんボタンからレーズで参加していきます。さあ、ペアボードができました。コンティニューエーションベット、小さくベットしていきます。それに対して相手はチェックコール。さあ、ここでなんですけど、ここからは無理せずチェックをしました。お互いチェックで、最後にエースが出て、ポットの半分か。なので、ここは簡単にはフォールドできませんということでコールしたんですけど、残念ながら相手はエースを持っていてフォールド、負けてしまいました。フロップでここでは小さく打ってるんですが、この小さいベットはアクション的には正しかったと言えます。76.1%の割合で小さくベットしています。ターンでの6に対してビッグブラインドがチェック。それに対してボタンもチェックは正しいアクションと言えます。ただし、ここで小さくベットするのも特に EV 的には問題ありません。個人的に驚いたんですが、最後のリバーでエースが出た時に、ビッグブラインドがポットの半分より大きめのベットをした時は、なんと、フォールドしてます。フォールドが97.9%で、これコールしたらあかんねんな。フラッシュを警戒してか、それともエースを警戒してか、それとも両方なのか、とりあえずフォールドが97.9%になってます。もしこれ小さくベットした場合も、もうエースが出た場合は、フォールドが83.7%となってます。これで見るともう99とか勝率1%、本当に勝率ありません。10のポケットペアでさえ1%。マジか。勝率低い。ジャックスでさえでも1%。何これ、全然勝率ないやん。クイーンズは、3カードになるんで大丈夫か。キングで、キングだとそれなりに勝率はあるんか。ここの境、すごいひどいな。10だと、まあ、ジャックか。ジャックだと勝率1%で、キングだと勝率55.6%。こんなに差が出るっていう驚きなんやけど。もうたとえ最後にリバーでエースが出て、ビッグブラインドがチェックしました。その場合での EQ を見てみると、9のポケットペアでも勝率37.9%。かなり勝率は低いと言えます。このハンドレンジ全体で見ても、9のポケットペアっていうのはかなり弱いハンドの部類に入るのが驚きです。例えばリバーでポットの半分のベットだとしても、そんなに対して大きくないなと思ったんですが、ここでのコールというアクションは間違いだと言えます。リバーでのポットの半分のベットっていうのはかなり強力なんだなと思いました。さあ、こちらなんですけど、スモールブラインドからのレーズに対して、キング8でライト3ベットをします。それに対して相手が普通にコールをしてきました。これでね、もうちょっとショックを受けて、へなへなへなとね、強気な気持ちが全くなくなったんで、ずっとチェックチェックをして、最終的に相手にリバーでベットを打たれてフォールドするという選択肢になり、アクションになりました。なんですが、ここで、フラッシュ、俺、キング持ってるんよね。キング持ってるから、これもしかしたらフラッシュの主張ができたんじゃないかなと。ブラフ普通にできたんじゃないかなと。まあ、キング8で昇段まで行っても勝てないんで、ここはもっとブラフするべきだったんだなと考えてるんですが、さあ、こちら GTO も見ていきましょう。さあ、こちらのキング8なんですけど、思ったよりエクイティ高くて41.2%もありました。そして、まあ、フロップの段階で、このように、ブラフを打つ割合が40、あ、チェックが32%で、まあ、ブラフの割合の方がはるかに高かったです。しかも、まあ、ポットに対して小さくベットをする、6.6のベットと、あとは、15BB のベッド、かなり大きなベッドも推奨されてました。キングクイーン8、ここか。なんでね、これかなり、ベッドがおすすめということです。まあ、ストレートも狙えるからな。
こう、6、7、8とあるんで、あと5が出ればストレートが完成します。ここでもうブラフを打っておくのが正しいアクションだったと言えます。EV 的にはもちろんチェックでも OK です。そして相手が、ターンでもチェックを選んできた時なんですが、やはりこの3がポイントです。ここの3で、これ、もし8が、スペードやったらフラッシュドローができてるわけやんか。なので、フラッシュドローを主張しての、ここでのベットっていうのがすごい、ブラフベットっていうのがすごい大切だったんだなって今気づきました。ここしっかりキングの8、キングじゃない、キングのスペードを意識して、しっかりブラフしていく場面でした。チェックは3.2%に対して、しっかりとここで、しっかりとというか、まあ、ベットが、チェックが3.2%で、もうほとんどがベットになってます。こちらのハンドレンジ表で見てみても、もうキングのスペードが黒がある場合は、ほぼベットになってます。ただし、ベット額はそんなに大きくなくて、ポットの3分の1ぐらいかな。ポット20に対して6.6なんで、まあ30%ぐらい、25%となってます。で、最後に2が出て、ここでのアクションは、小さいベットは EV がマイナスになってます。チェックが13%なので、ほぼ大きくベットすることが正しいアクションになってます。しっかりと大きくブラフベットしていくのが、場合によっては、ポットオーバーベットも35%とね、むしろポットオーバーベットの方が推奨されてます。ただし、オールインになると EV は低いか。なんでね、ポットオーバーベットが正しいアクションでした。ここはしっかりと、もうキングで、ここのスペードが揃っていることを主張して、フラッシュだよという主張でブラフしていくのが正しいアクションと言えます。スモールブラインドのレイズに対して、キングナインでビッグブラインドのポジションからコール。ここでトップペアが完成しました。フロップでは、スモールブラインドからコンティニューエーションベットとして、まあ、少しポットの半分より大きめですが、もちろんトップペアなのでコールしていきます。ここでさらに、ポットの75%ぐらい大きなベットが来ますが、まあ、トップペアなのでコールしました。最後はチェックチェックで、相手は2ペアを完成させて負けています。ターンで結構大きいベットが来たんですが、これは苦しいながらもトップペアです。キッカー弱いけど、あくまでもトップペアなので、ここはコールのアクションが正しいと言えます。フォールドは全然してはいけません。もし、ポットオーバーベットの場合であったとしても、まあ、フォールド27%なので、まだコールの割合の方がはるかに高いと言えます。ここは歯を食いしばってコールしていく必要があります。最後のリバーでは、相手はチェックを選んでいました。ここでもしベットを選んでいた場合はどうなるかというと、トリプルバレルに対してもコール頑張ってしていかないといけません。これがポットの半分より大きいベットだとしてもコール100%になってます。キングのトップペア簡単には降りることができません。これもし相手から意味のわからないオールインが来た場合は、これはホールドすることができます。ただし、コールもすることができて、EV 的にはコールの方が得する形になってます。まあ、最終的には相手2ペアだったんで、ここでの負けてしまったんですけど、アクション自体は正しかったと言えます。キング10もっとね、最後のリバーも、これは強気にベットしていった方が良かったんではないでしょうか。まあ、キング10勝率は96.7%、ほぼ勝てるんですが、ここはベットでもいいし、チェックでもいいしということになってます。なので、こちらのプレイヤーのアクションも正しかったと言えます。こちら、アンダーザガンからのレイズに対して、エースクイーン、カットオフ、もちろん3ベットを返していきます。それに対して、アンダーザガンコールしていきます。アンダーザガンチェックで、ここはもちろんトップペアが完成したので、コンティニュエーションベットをしていったら、なんと驚きのオールイン。これめっちゃ悩みました。
で、悩んだ挙句に、まあ、エースのトップペアは降りれないんで、コールも負けだろうなと思いながら、コールをすると、相手は、まあ、フラッシュドローが出てきて、運よく、勝つことができたんですが、この相手の突然のオールインに対して、これ、コールしていいのかどうか、GTO 的に見ていきましょう。さあ、こちらなんですけど、意外と、ここで俺が小さくベットして、相手がもしオールインしてきた時なんですが、これコールが正しいアクションとなります。簡単にはトップペア降りてはいけないと、ビビるなと、コールすることが正しいとわかりました。これは意外やな。意外と相手のオールインに対してはしっかりとコールしていかないといけないやな。で、これどう考えても相手のオールインに対してはコールしていくのが正しいアクションとなります。ちなみに相手どんなハンドでオールインしてきているのかもハンド見てみましょう。もともと相手にオールインするレンジがほとんどないんで0.4%、3.6%とかなんで見えないんですが、まあまあジャックスとか、ジャックがあればオールインはしてる部分はあります。これだとオールインは0.2%か。まあ、ジャックがあれば、オールインは少しはあるかな。エースとかでオールインは、まあ、エースクイーンでのオールインは1.8%なんで、ここはあるんか。まあ、フラッシュドローでのオールインが多いんかな。ちなみに A9 だと、A9 ってそもそもハンドレンジにないんか。A 点だと、まあまあ、オールインもあり得るんよな、1.9%。EV 的には、下がるんで、ここでのオールインのアクションは間違ったアクションだと言えます。大きめの、こっちのベットに対して、こう、レーズを返していくのはいいけど3倍ぐらいの、オールインってのはやりすぎだということがわかります。まあ、エースのトップペアがあって、しかもフラッシュドローというときは、レーズは OK です。ただし、これも相手のベットの3倍とか4倍ぐらい、オールインっていうのは間違いです。まあ、エースクイーンなんですが、すべてのハンドでコールできるわけではなくて、黒のクイーンを持ってる場合はコールが推奨されています。でもそれ以外の場合はほぼフォールドの割合が高くなってます。まあ、この黒のクイーンの時になぜコールするかということなんですが、エースのスペードを持ってる時に相手がオールインしてくる可能性があることから、でもこのクイーン黒1枚持っていることによって相手のフラッシュは完成しにくくなると。そのために、このエースクイーンの黒を持ってる場合はコールが推奨ということではないでしょうか。一方のエースの黒を持ってる場合は相手のオールインに対して、まあ積極的にコールしていくわけではありません。